今日は新作、ナンバーカスタムギャラリーでいうとナンバー218番に掲載します。仕上がったんで、ご説明させてもらいます。こんにちは、スーパーセンターの山口です。この車両は今年一番苦労した車両です。カスタムはね、いつも通りの SDD ハードデルコンプリートを模した形なんですけれども、持ち込み神戸からね、持ち込みでご依頼された車両なんですけれども、他店様で3年半改造車してもらってたんですけど、それが仕上がらなくて、うちに、もう引き継いでくれっていうことでご依頼いただいた車両なんですけれども、最初の持ち込まれた時の状態がね、ちょっとまあいろいろあまりにもひどくって、車体周りもホイールとかもガッタガタで、ブレーキとかもう全部ですね、車体周りまず全部でスイングアームもガタついて使えなかったんで、いやもういっそのことハードデルにしましょうっていう感じで進めたものなんですけれども、組み上げて、始動をさした時にエンジンも全然ダメで、シリンダーがね、ちょっと写真後で出しましょうかね、すっごいガタガタで、オイルが吹きまくる、白煙もうずっと吹いてる状態みたいな感じだと、無駄にね、吉村のステージ2カムが、ステージ1か、ステージ1カムが入ってて、新潟の SR に限って言うと、僕はチューニングそんなに好きではないんですよ、寿命が縮まるんで、これ組まれた方、無意味に、チューニングしてるっていうか、例えばカム組む時とかに、ハイカム組む時とかにちょっとロッカーアーム気をつけなきゃダメな点だったりとかで、ロッカーアームにダメージがあるのを分からずそのまま組んでたんで、高級なカムが暖気運転の時点でいきなり潰れちゃうっていうね、カム山がガリガリになっちゃって、皆さん結構ハイパフォーマンスのパーツ好きだっていう方も多いかもしれないですけど、新潟の SR はもうオイル交換しっかりして、タペット調整、カムチェーンのテンション調整だけを定期的に取ってれば全然10万キロとか走るんで、分かった上でのチューニングならもちろん推奨しますけれども、あんまりうちでは進めてないんで、しっかり勉強せずにチューニングするっていうのはやめておきましょう。それよりもホイールの芯出しだったり、ベアリングの周りだったり、ブレーキの効き方とか面取りとかね、フロントフォークの動きとかステンベアリングの動きやればバイクがすごく楽しくなるところってめちゃめちゃたくさんありますんで、そっちを優先してするべきかなと思います。知識のないハイパフォーマンスパーツだったりチューニングっていうのはやめておいた方がいいと思いますよ。本当変にお金かかっちゃうんで、カスタムのご説明させてもらいます。ヘッドライトはね、 4.5 インチの別ライトに、ボトムマウントライトステー2がついてます。これエッチ用のものに交換してます。明るさ全然違うんで安全ですね、情報が。で、タイヤは40の18、ホイールノーマルですね。40の18の、スイカタイヤって僕らが呼ぶタイヤをつけてます。でね、ハンドルポスト、これ僕お気に入りなんですけれども、バウコタイプ3インチスクエアライザーっていうのを付けしてまして、ドラッグバーをちょっと持ち上げてマウントしてます。で、こういう低いハンドルに特によく似合うんですけど、アルミのショートレバーです。ブレーキとクラッチ、短いアルミのままで取り出して、で、アモルタイプスロットルとか、うちのチョッパーグリップだったり、ミニスイッチですね、ハンドル周りのスッキリ処理です。スピードメーターはね、走ってる時にね、首振らなくても見えますよっていう位置にスピードメーターを設置してます。で、ガソリンタンクはうちで一番人気のナロースポーツスタータンクですね。
で、この黄色いちょっとメタリックが入ったあのイエローのペイントなんですけれども、こういう車両だから綺麗にするのも黄色でいきたいっていうことで、この黄色に塗らせてもらいました。ね、マフラーはねもうシンプルなドラッグパイプです。まあ、車体に合わせたワンオフですけれども、まあ、近々発売できたらいいなっていうふうに。で、まあ、ミッドハイステップキットですね。体重が分散できるんで、めちゃめちゃ楽になるんですよ、長距離も。で、乗ってる姿もかっこいいんで。シートはね、本革のベースタイプです。で、2インチのスプリングをつけて、まあ、クッション性がいいように。で、ちょっとここでね、プレートをかましてオフセットしてバネのレバー比変えてるんですけれども、それすることによって相当乗り心地よくなるんで、こういうソロサドルをリジットフレームつけられる方はちょっとその辺研究すると全然乗り心地変わるんで、まあ、やってみるといいかもしれないです。そうですね、このスタイルの要になるのがこの13センチロングのボルトハードテールキットです。純正フレームはこう水平に来てるんですけどもね、純正フレームを一応カットしてここに結んで取り付けしています。人はねここです。本当よく聞かれるんですけれども、この下に電装類すべて、これはねカスタム電装プレートっていうのを使って、ここの CDI 以外のすべての電装をここにまとめてます。で、リアフェンダーはフラットフェンダーですね。寿司バーはもうごめんなさい、オーナーさんのお好みのデザインで作らせてもらいました。でなんかメッキ少なめがいいって言われたんで、相談してこれも黒にペイントさせてもらったものです。でテールランプはスパルクですね。でリアタイヤは 4.50 の18を使ってます。この辺も全部ウェブスターで見てもらえるんで、よかったらご覧になってください。うん、よし、ではこれでご紹介終わらせてもらうんですけれども、あと概要欄にこの車両のカスタムスペックですね、ナンバー218でアップしますんで、そこへのリンクだったりとか、僕の SNS、まあ、インスタグラム、YouTube、Twitter ですね、うん、その辺のリンクも上げておきます。で、他にももうめちゃめちゃたくさん動画上げてるんで、チャンネル登録してもらってよかったら、ぜひご覧になってくださいということです。いつもご視聴ありがとうございます。